どうもこんにちは、星野源ドームツアーポップウイルスアット東京ドーム。セカンドステージというね部分がありまして、それの各地のセカンドステージの MC 演奏じゃないですよ、各 MC をあの時と全く同じメンバーでここで見ながらおしゃべりをするという。よろしくお願いします。やばいね。ねえねえねえ。はい。俺さ、今日髪切ったの。あ、言ってたかも。気づいてたわよ。気づいてた。嘘だったよ。何言ってくんだろう。始まる前言ったじゃないね。気づいてた。石橋さんが言ってくれたけど。髪切るのって。やばいよりね。妻と息子が来ているんだよ。あ、そうですか。おーい息子今動き全然合ってなかったですけど、いつかあなたに、いつかあなたに出会う。ちょっと待ってください、ほぼライブの話をしないで1時間が過ぎようとしております